良いですか。はい、では始めますね。はい、はい、では今日もショートなライブ配信を始めたいと思います。今日も今日もシュシュリエコーディネートからの商品紹介を、超新作です。はい、ではカメラ向き変えます。新作というか、まずこれ出た。ああ。あ、こんにちは。色違いしてます、うん、あ、そうか、ピンク地のこれやね、うん、ピンク地にピンク、うん、を持ってるもん。こっちの方よく着てるよね。うん、うん、でも今日は、まあ、まあお店にはこの2色だけしかないんですけど。あ、え、あの文字がピンクのやつなくなった、うん、あ、そう、ほんじゃこの2つだけか、うん、で、じゃあこれもないってことや。これもないです。はい、知ってるやん、あんたが探した。初めて聞いたみたいな言い方する。いやいやいや、これもないってことか。この顔、この顔この顔これさ、なんとなく、なんか可愛い、ああ、言ってたやん、うん、で、なんとなくこれ意味なんなんやろって頭の片隅にあってん、うんうん、でもこう調べようとはせえへんかって、うん、なんか別に調べようとはせえへんかって、うん、なんとなく、うん、でなんかあのお客さんからわざわざ DM いただいて、あ、そう、フランス語で、うん、私の小さな幸せって、ああいいですね、めっちゃええと思って、うん、めっちゃいいですねって言ったら、うん、返事したらなんかその方もそう思ったらしくて、そう思ったからこそ伝えたいと。へえ、泣きそう。なんでえ、なんかそう思ってくれるの嬉しいやん。あ、そう思う、そう、なんかめっちゃいいやんって思ったから伝えたいと思いましたって。あ、浸っております。私の小さな幸せ。へえ、いいね。いや、進めて。ヒダトランド、はい、お、来てます。私のなんか、あんたいつもコメントばっかり見てるんですよ、声は。いや、だって私の小さな幸せを今来ております。はい、ってことです。はい、で、今日メインで紹介するのはこちらのジャケット。はい、まあ、ちょっとこの時期にして長袖のジャケットですけど、でもまだちょっと朝晩、まあ、朝晩ちょっと荒れちゃう、うん、で雨上がりとか、うん、ちょっといい感じやったんで昨日入れました。はい、まあ時期的なもんもありますけど、いや、でも、いや、朝入ってたはず。あ、そう、うん、でなんか着た感じ、かなりビッグシルエットなんで男性でも、綿と朝が混ざってたはず、うん、ちょっと洗濯表記がないんであれなんですけど、うんうん、さっきちょっと店主も羽織るとなんかサラッとして、軽いな、うん、軽くて、うん、実はね、まあ、めっちゃ腕長い人必見。まあね。で、まあ丈もあるし袖も長いし、これはもともとレディースやんな、こうってこと。うん、レディースやろ、そうやろ、うん、え、レディースやろ、このボタン。そう言われたらなんかなんかない？あ、メンズかも。え？ボタンの穴だって左前、え？合わせがちゃう？メンズ？でもレディースのところで仕入れたんですけどね。まあ確認中です。ああ、レディースかも。まあどっちでもユニセックスとかね。まあまあ男性でも全然着れるし、ただなんか、さっき羽織ったらなんかまあ着れるけど、全然余裕で着れるけど、なんかちょっとちゃうなっていう、男が着るのにはちょっとちゃうなっていう感じ。あんたが似合わなかったんだけど。あ、そういうことか。似合う男の人。ああ、おるな。でもおるよ。自分着るね、考えたらあかん。びっくりする。
わかりました。私はこれ、僕多分これロールアップしていけるもんやと思う。そうやね、うん、その方がおしゃれな感じやし。めっちゃ軽いよ、風に飛んでいきそう。ジャケットが、うん、あ、飛んでますTM、まるで TM レボリューション。古いよね、いつも出てくるのがいや、古いんじゃない、それしか知らんもん。あー、なるほどね。最近のは出てけへんね。私の今のめっちゃ新しい人で、ほんまに冗談抜きで、私の中の新しいは世界の終わりやね。あ、あーって歌う人でってこと。世界の終わりっておらんかったっけ。おるおるおるけど。そう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 、歌う歌う人の中で私の新しい人って世界の終わりやね。でそれもうちょっと古くなりつつあるんじゃん。で最近お客さんに聞いて、ミセスグリーンアップルっていうのを聞いて、なんじゃそれと。それが最近のグループな。なんか緑黄色野菜とかさマカロニ鉛筆とか言ってる野菜系の歌。あ、ちゃう、あ、それはそういうグループの名前。そうそうそう、もうおるっていうのは知ってんねんけど、顔とかどんな歌歌ってるとか知らんねんけど、緑黄色野菜、あ、ちゃうちゃうちゃう、マカロニ鉛筆、ちゃうちゃうちゃう、どっちかと桜井さんが何かのイベントで一緒してん。寺岡由人さんの何かかな、最近、最近、うん、ちょっとどっちか分からん。でも何時間私のなんか新人は世界の終わりやねぐらいやから、 TM レボリューションが出ることは普通やねはい、飛んでますこんな感じ。はい、あ、ほんで素材は朝がちょっと入ってたと、朝と目とポリやったかな。ああ、ちょっとあの一応サンプル品やから、ちょっとサンプル品やから洗濯品がないんですよ。はい、はい、でもなんか書いてた気する、朝と目とポリ。どこに本だよ。あの説明されて、説明されて、うん、スタッフに、うん、ちゃう、メーカーのメーカーさんのスタッフ、メーカーのスタッフ、うんうん、出てた気がする。うーん、私の記憶が正しければ。なるほど、はい、で、気になるお値段、まあちょっとサンプル品っていうのもあるんで、お値段これがかけただけの状態です。あ、ちょっとシュワシュワやな。8,690円。ああ、まあまあジャケットやからね。ほら、そうするわな。今の時期に羽織れるやつやからな。8,690円。からのもう一回やって。ちょっとそのポーズキモかったわ。ちょっと足がちゃんと入ってんかったかもしれない。気になるお値段ですが、今お客様が、あ、からの全然基礎なのはい2500円、税込み2500円。おわ、ジャケットで2500円。お安い、お安いですね固まってる、静止かと思った、うん、これいいと思うね。先着2名。はい、もう2つ、まあ色は一色やね。でサイズもまあフリーサイズ、ワンサイズで、ドアップで、はい、千鳥、千鳥茶チェック、銀カムチェックっていうのかな、なる、普通のチェック。うまいね。なんかちょっと千鳥っぽいかと思うんですけど。うん、はい、先着2名、2名限定2500円です、はい。こんな感じです。はい。あれ？どこ行くん？終わってないで。また次回こういう、分かってるわ。そこまでアホちゃうねん。ま
かあのこういうバッグも新しく入れたので、ああはい、昨日、はい、新作バッグです。まあ明日か明後日か、まあどっかのタイミングで紹介できたら。私も買ってます。あ、早速まあまあ入りますね。まあまあ入りますね、うん、そこそこ、うん、はい、色2色、はい、外ポケットあり。お値段とか言っとかんでいい？お値段これはあれよ、セールちゃうよ、うん、まあまあ税込み2178円、1980プラス税。ああ安いですね、思ったより安い、うん、お手頃価格です。定価でその値段です。2000ちょっとですね。はい、はい、じゃあこれはまあ改めて、はい、今日は、このジャケットのご紹介でした。8690円が、2500円、先着2名様限りとなります。まあまあビッグシルエットなんで、身長のある方でも丈袖ともに長いの で身長のない方はロールアップして、シュシュリエのように着てもらっても可愛いんじゃないかと思います。はい、じゃあ今日はそんな感じでいいですか。では終了します。では今日もこれに、あで、明日木曜日、明日も3時か4時ぐらいからライブできたらと思います。では今日はこれにて終了、おしまいです。ではさようなら。